い、どうもレッツエンジョイ KD チャンネルです。今日の動画は先日東京ディズニーシーのファンタジースプリングスのテスト運営に行ってきたんですけど、今回の動画はファンタジースプリングスのルックアウトクックアウトの新メニューを食べてきたので詳しく紹介していきます。まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録と、チャンネル登録してる方はそのまま最後までご視聴ください。はい、それではルックアウトでロストキッズのスナックボックス、バターカレーチキンとレモンティーチキンを頼みました。使ってるね、食材とか一緒なんですけど、味付けがここの紙箱のブルーとグリーンで変わるそうです。ちょっとごめんなさい、キャストさんのセリフ聞き忘れたんですけど、どっちかがカレーだな、でどっちかがレモンティー、ここのブルーのところで見てくださいね。そしてこちらがルックアウトブラウニー、そしてピクシーダストソーダ、いただきましょう。皆さんどれも美味しそうですね。それではまずこのロストキッズのスナックボックスからいただきます。それではロストキッズスナックボックスいただきます。中の具材がチキンテンダー、ポップオーバー、のりフリッター、バナナチップス、シュリンクチップス、1、2、3、4、5、5種類の食材を使っています。それではいただきましょう。まずはチキンテンダーから食べようかな。チキンテンダー、サイズが一口では食べきれないくらい大きめのサイズですね。二口でちょうどいいぐらいかな。香り嗅いだ感じ、なんかこっちがレモンティーっぽいね。ブルーがレモンティーっぽい。いただきます。美味しい。香り付けがなんかレモンティーって感じ。レモンのちょっと爽やかな味とティーの、レモンティーのそのティーの部分の味がすごくしました。次はシュリンクチップスいただきましょう。うん、サクサクですね。あんまり普段食べてるシュリンプチップスと味は変わらないように感じます。それでは次はポップオーバーいただきましょう。もうこれ手でいいんですかね。ポップオーバーはね、前にクイーンオブハートのバンケットホールで出てたメニュー、今も出てるかな。いただきましょう。うん、やっぱり前もね食レポしたことあるんですけど、シュークリームの皮のような生地になっていて、柔らかい食感で中はパンのようなもちもちとした素材になっています。本当になんかシュークリームの皮食べてる感じに近いよね。次は海藻フリッターいただきます。なんかお餅を食べてるようなもちもちとした食感で、ポテトチップスの青のり味のような、ちょっと海苔のような味で、すごく美味しかったです。なんか全体的食べてて軽めに食べられる印象ありますね。最後にバナナチップスいただきます。なんかバナナを乾燥させたようなバナナチップスになっていて、全体的にバナナの甘みがすごくあるチップスでした。なんかね、簡単に食べた感想としては、こう持ち歩きもできるし、なんかちょっと小腹が空いたなって時に、チキンも今1個食べたけど、あと2つ3つ、チキンはね3つ入ってましたね。ちょっと小腹が空いた時に食べやすいメニューだなって感じがします。じゃあ次はバターカレーチキンの方食べましょうか。バターカレーチキン、どんな感じに違うんでしょう。バターカレーチキンいただきます。なんかカレーって結構辛い印象があるんだけど、バターを使ってるからちょっとね、マイルドって表現がいいのかな、甘めのカレーのように感じる。そんなにカレーだからっていう、カレーだけどそんなに辛くない。ただなんか日本人の方で食べやすいなって思ったのは、このカレーの方が、味のカレーの味がしっかりしていて、すごく食べやすいように感じました。どっちかっていうとレモン使ってるから酸味のあるスナックって感じだけど、こっちはなんかもうほんと極端だけど、スーパーでいうお惣菜並んでるコロッケみたいな感じですよね。なんかそのうまぎ説明がちょっとうまく伝わってるかな。でもなんかちゃんとしっかりとしたカレーの味がしていて、とても美味しいです。うん、次は
こちらピクシーダストソーダ、キャストさんがよくかき混ぜてって言ってました。では混ぜますよ。公式サイトにはキウイ味って書いてあります。いただきましょう。お、キウイ。ザンビーニだけ、ドックサイドダイナーだ。ドックサイドダイナーでもなんかキウイ&グレープ出てたけど、なんかそれとはまたちょっと違いますね、味が。あっちはグレープが入ってるからかな。こっちは本当にちゃんとしたグレープの味がします。うん、なんか下の食材がよくわからないけど、すごいなんかぬめってした食感がきました、下に。周りの星食べてみましょうか。なんかちょっとサクッとしたお菓子が入ってますね、この星は。でもこれがちょっとね、甘さがあって、キウイの甘酸っぱい味とこの上の星のスナックが、上の星がすごく甘さがありました。全体的にキウイの味付けですごいさっぱりとしてるメニューです。それでは次はルックアウトブラウニー。こちらもなんかディズニーであのクリームチーズブラウニーって出てますよね。それとどう味が違うんでしょうね、気になりますね。あと上がなんかこれ層が分かれてそうですね。じゃあ行きますよ。ちょっとね、上の部分が切れなかったんで下だけ一旦いただきます。なんか本当にチョコレートケーキって感じだね、ブラウニー。でも言うほど甘くはないです、下のところは。ちょっとこの上のところいただきましょう。上のプレートと一緒に食べれば結構甘めの味ですね。あ、でも美味しい。レストランの上もピーターパン仕様ですね。すごいな。こんな感じに、なんか本当に自分たちで作ったような感じですよね。天井もなんかちぐはぐというか、レストランの装飾だけでもずっと本当見ていられる。こことかもですね。はい、ということで6月6日から始まるルックアウトクックアウトのメニューを食べてきました。個人的に食べた中で美味しかったのがバターカレーのチキンと、あとはレモンとキウイでさっぱりしているピクシーダストのソーダ。まあチョコブラウニーもチョコレートケーキが好きな方はチョコレートの味が濃厚ですごく美味しいんじゃないのかなって感じました。一個だけ注意する点なら、ここでねお昼を食べようと思っても本当になんか軽く食べる軽食なメニューって感じなので、ちゃんとしたお昼ご飯が食べたいならラプンツェルのレストランスナグリーダックリングの方が、同じぐらいの金額でバーガーとかポテトかサラダ選べたり、ドリンクもついているのでお腹いっぱい食べたい方はスナグリーダックリングへ行ってみてください。それでは次もアナ雪のレストランやラプンツェルのレストランも、もうちょっとね食べてないメニューがあるので、まだね食べてないメニューがたくさんあるので、食べたいメニューを食べ次第 YouTube に早めに投稿していきますので、今後の動画も楽しみにしていてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。 X、Instagram、TikTok、 他にも SNS をやっております。 YouTube 以外の SNS のフォローもよろしくお願いします。それではバイバイ。